アネモネは、金宝外科一輪僧族の多年草。和名は、ボタンイチゲ、花イチゲ、ベニバナオキナグサ。または、アネモネ族の総称を表すこともある。ヨーロッパ南部から地中海東部沿岸地域が原産。語源はギリシア語で、風を意味する、ニューイプシロンミューから。ギリシア神話中に、美少年アドニスが流した地よりこの植物が生まれたと、する伝説があり。 稀に、アドニスと呼ぶこともある。なお、アドニスは、復受相続の学名である。古くから人との関わりが深く、現記時から各地への電波には、十字軍や巡礼者が関わっており、新、日本では、気温の下がる秋に芽を出し、春に先夏前に地上部を枯らし、開墾を作って休眠する。一般に春先に花を開くが、その花は一重のものから八重咲きのもの。 花色も桃色、青、赤、白等。草丈も切り花用の構成のものから、Y 聖種まで、野生種のみではなく、現在では、様々な園芸品種が栽培されている。種は長い毛を有し、風によって運ばれる。このため、風が、由来となっている名前が各地で見られる。花弁はなく、学編が同じ働きをしている。イスラエルでは2013年から、 シクラメンから切り替わって国家になっている。アネモネ族は、温帯から亜寒帯にかけて、約100種が分布し、クリスマスローズ、ラナンキュラス、クレマチスなどと同じ近方外科である。アネモネホルテンシス、アネモネパボニナ、これらの交雑によりできたとされるアネモネフルゲンスがあり、さらに、フルゲンスが交雑した中から選抜されたのが、アネモネコロナリアである。現在、園芸的に、 アネモネといえば、このコロナリアを指すのが一般的である。カラフルなアネモネの花屋に咲き乱れるアネモネ味噌、または球根から栽培するが、球根から栽培する方が簡単である。球根は直径1センチ余りの不定形の塊であるが、尖っている方を下にして、9月末から11月、初めに植え付ける。株間は20センチメートルくらい、鉢に植える場合は、 六寸鉢に三球植えにする。複度は2センチメートルくらい。日当たりと水はけの良いところなら、比較的よく開花する。水はけと日当たりの良い場所に植え付け、多肥を避け管理すれば、何年も植えっぱなしで花を咲かせ続ける。前奏にプロトアネモニンを含む。茎を折った時に出る汁に触れると皮膚炎、水泡を引き起こすことがあるので、園芸時には注意が必要である。 ありがとうございます。